ここ、とかさ。あいつは何なの？あいつは世界一面白いのか、あいつは。なあ、初めて見たよ、これ。この図。なんか、PUBG でさ、最後の一人がさ、残ってて、で、他の二人がダウンで家の中に避難してる中、ほふくでついてくんの初めて見たよ。人類初だと思うよ、これやったの。ギネス乗るんじゃない？下手すりゃ。すごい。僕も2000時間ぐらいスマブラやってるけど、あ、じゃあ、PUBG やってるけど、初めて見た。この人の。初めて見た。天然には勝てんなぁ。天才だなぁ。で、蘇生とかどうやってやるのとか素で聞いてるでしょ。なんなあれ。何あの天才。あいつもっと放送しろよな。いや、違うな。あいつさ、多分あれ、ツッコミが強烈なのがいれば面白いんだ、あいつ。わかったわ、あの人。まあ、僕じゃ無理だよ。僕じゃ無理なんだけど、多分それで成り立ってるんでしょう。ナポリの男たちって。あの人に誰か突っ込んでるんでしょ。天才だな。いや、すごいわ。でもめっちゃずっとボケてるからさ、一人。え、なんか、ボクシングでもさ、なんか僕の服ダセーとか言って着替えてたりしたでしょ。いや、拾えんて。ああ、怖い。まあ、ドンカツしたね。まあ、すごいと思う。まあ、最後僕のキルでドンカツさせてもらって、これはまあ、すごいと思うんだけど、でも、まあ、振り返ってみると、まあ、そりゃするよ。だって、なんか、ニコニコの初期から生き残ってきた強運の持ち主が、こう、集まってるわけでしょ。4人集まってるわけでしょ。やっぱり、その、運の量が違うよ。運の量が違う。だからさ、昨日も明らかにこれ普通死ぬな、みたいなさ、展開いっぱいあったんだよ。なんか、川とか3回ぐらい泳いでたじゃん。川3回ぐらい泳いでさ、これさ、4人でバカみたいにさ、川をクロールで泳いでさ、絶対誰か撃たれるでしょ、あのシーン。でも、撃たれないわけ。で、やっぱりさ、みんな上手くないんだよ。加藤純一さん以外、あんまり上手くないわけで、普通にまともに相手のスクワットチームとぶち当たったら、絶対全滅するか死ぬんだよ。でもさ、昨日のさ、ドンカツしたところではさ、見ました？すべて、交戦してるところを横から撃ってるから。まずそこのシーンに出くわすこと自体がラッキーだからね。あのゲームって。どっかとどっかが交戦してるところから横からなんかスナイプしてキルを取るってのが、それはできれば一番美味しいし安全な立ち回りなんだけど、それを別に狙ってやんない。なんか5回ぐらい連続して出たでしょ、そのシーンが。そう、要は巨船。さあ、そう、運なんだよね。運だけで、ドンカツしてる。やってらんないよ、周りのプレイヤーからしたら。すべて運。まあ、加藤純一さんは上手かった。加藤純一さんは上手い。一番上手かったと思う。運、激運、まあ、僕が運強いからさておき、僕以外のやっぱ運の量が桁外れなんだな。それが集まってると、まあ、するよね。ドンカツするよね。ラッキーボーイたちが集まってると、そらするよね。わあ。うん。なんか、パーティーとして、よかったな。バランス。なんか、この4人が集うのが今回あるかはわからないけど、なんか4人で集ってめちゃくちゃすんなり収まってた感があるね。天才だな。いや